髪やばいな。いけるか。こんにちは、カンタです。はい。ということで、本日はね、10月10日、2019年なんですけども、明日金曜日11日から3日間、ロングウィーケンドといってね、まあ、日本の祝日みたいな感じで、金土日とね、休み3連休、なります。で、その間はね、クラスもなければ、まあ、クラブ活動とかそういうのも全くないので、勉強にね、集中できる機会になります。はい。私ね、来週にね、研究の、報告会と、ペーパーの提出、っていうのがありますので、そちらをね、やっていきたいと思います。I got this one. はい、今ね、外でちょっと勉強終わりました。これからちょっと中に。千秋さん。The next day.Day three.It's showtime. プレゼンテーションが終わって帰ってまいりました。まあね、なんとか終わったって感じですね。激戦を耐え抜いたみたいな。はい。まあクエスチョンコーナーではね、鋭いプロフェッサーからの質問にもう一方的にボワーって打たれてた感じなんですけど、まあまあ一応、まあ、まあ生存しているということで、まあよしとしましょう。はい。というような感じで、まあちょっとね、一連の、まあ、深夜リサーチプレゼンテーションに向けての怒涛の1週間みたいな感じでね、多分ね、動画撮ってると思うんですけども、まあ、いかがだったでしょうか。まあね、ちょっと僕的にはあんまつまんないですね、やっぱり。うん。だから面白い人がやっぱり、なんか、細切れでどんどん、細切れというか、その細かいコマをこうやって送って、その、トークなしでやるみたいなね、やった方がいいと思うんですけど、僕はね、もう、やっても、ただの、ね、おっさんが、もう、座って、なんかやってるぜ、みたいな、まあ、それだけなんで、まあね、基本的に僕は喋りたいんでというか、トークを重視してね、やりたいんで、まあ、YouTube やってる理由がね、まあ、そのトークの練習もなるし、アウトプットにもなるしね、まあ、僕にとってもいいことあるので、まあ、今の状態だとね、僕にとってのメリットしかないので、これをね、この皆様にね、いろんな形で、還元できるようにね、チャンネル作っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは。